そして柔らかいフライスルーパス、伊藤がいる、伊藤が行く、まだあるか、小泉、小泉セットして大久保チャンスを作りました。浦和レッズ波状攻撃、決定的なシーンを作り出しましたね。まあ、ここで小泉選手と大久保選手がうまくスイッチをして、